皆さんこんにちは、よよこです。ドラム講座13です。イエーイ。今日はバスドラの頭抜き三連をやってみたいと思います。バスドラの頭抜き三連は このバスドラです。で、3回あったうちの1回目は休んで、この1回目はツッて休む休符で、この2、3回目にツッドッド。じゃあこの指でやってみると、ツッドッド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 ってことです。じゃあこれをゆっくり、超ゆっくり普通でやってみます。これがゆっくり。じゃあ次、超ゆっくり。じゃあこれはこのフレーズ、今のこの曲はレッド・ツェッペリンのグッド・タイムズ・バッド・タイムズの曲の中の一つです。これは前も曲で YouTube で出した曲で、これが片足で難しくって、最初は両足でやってたけど、もう片足でできるようになったから、もう一回コンテストがあって、そのところでまた出しました。その時は片足でできてて、でこのツトドは足、このヨヨのやり方、ヨヨの足のツトドのやり方は、自分だったらこうやって、途中からずれちゃったけど、普通はこれで、これがバスドラのこれだったとしたら、ツッドッドってこれスライドさせている。で途中から変わっちゃったけど、もう一つはこのこれを左右に、これがもう一回やるけど、これだったらこうやってしたら、ツッドとツッド、こうやってユーのやり方だったらこうやってスライドさせてたけど、こっちは左右にする、左右で。もう一つ、これを人は少ないと思うけど、こうやって何も動かないツッドとツッドの人は難しいと思うけど、ツッドとっていうのもあるみたいな感じです。じゃあ最後にグッドタイムズバッドタイムズの最後のところをちょっと切り抜いてやってみます。カーベルがここないんだけどね。あ、ごめんごめん、もったりごめんね。今はこれで左右に、最初はちょっと、最初の方はこうやってスライドさせてたけど、ちょっとこれが慣れてきたのかな。これで左右に動かして、今はそれが多かったかもしれない。でこれでゆゆが YouTube とかでやったことはある曲で、このツトドを使ってる曲はレッド・ツェッペリンのグッド・タイムズ・バッド・タイムズしかまだやってないから、なんか違う曲でこのツトドが使われてたら
見つけてみてください。これでヨヨカのドラム講座13終わります。またね、じゃあね、次も見てね。